アロハ皆さん、こんにちは、ミサです。今回はヒロから見ると島の反対側コナへ行く用事があったので、少し家を早く出てビーチへ寄ることにしました。コナの海のある方まで来るのは1月ぶりです。久しぶりに見るこの青い海にテンションが上がってきてしまいました。この日はワイメアを通り過ぎて、ずっと北側からコナに入りました。右手にマウナケアホテル、そしてすぐ左にハプナビーチホテルが見えます。そしてそこを通り過ぎて、一番最初の右に曲がるところに入るとハプナビーチへのアクセスとなります。ハプナビーチはきちんとゲートのある駐車場があるので、安心して車を止めることができます。でもこの日はまだ州民、島民の方たちしか基本的にいないということなのか、ゲートのところでお金を払う係の人はいませんでした。ノンレジデント、こちらハワイに住んでいない方は有料となるので、5ドル準備してくるとスムーズに入ることができると思います。めっちゃ綺麗、画面越しでも綺麗。久しぶりのハプナビーチでーすなんか海が綺麗になってる気がする、綺麗、わお、そしてすごい空いてる最高。今年初めてのハプナビーチに来ましたね。いつももう本当駐車場も見つかるか見つからないぐらいすごい混んでる大人気のビーチなんですけど、やっぱりビーチ開放になってからまあちょっとしか経ってないので、もうほとんどローカルの人たちだけなんじゃないでしょうか。すごい、もう午後なんですけどこんなに海が多くてね、すごい綺麗。そして砂浜が広いっていうのはこの感覚すごい久しぶりです。もうすごい楽しみ、行ってきましょう。この日は夕方から行ったので、そこまで日差しを気にはしなかったのですが、もし朝から昼にかけてもっと日差しの強い時間に行くときは、必ずパラソルや日陰の方に場所を取るようにすることをお勧めします。本当にハワイの日差しは強いので、あっという間に日焼けをしてしまいます。まだまだビーチには十分にソーシャルディスタンスを取るスペースがあるようです。ではここにします。はい、ちょっと久しぶりにビーチチェアを使うので使い方に手間取ってしまいました。このチェアは数年前にコストコで購入したのですが、持ち運びに便利なのでとても重宝しています。ずっと向こう側にはハプナビーチホテルが見えますね。このハプナビーチはいつもはもっと波が荒いようなイメージがあるのですが、今日は比較的穏やかだったように感じます。ボディーボードでちょうど楽しめるくらいです。夕方4時くらいでもこのくらい見えるということは、
かなり透明度が高いんだと思います。ビーチはキメの細かい白砂ビーチとして有名です。あっちの端まで行くと結構カメさんがいたりシノーケルするとちょっとお魚いるんですけど、まあ、近寄りすぎるとねちょっと岩にぶつかりそうで危ないので、まあ、ほどほどな感じで裸足でビーチを歩いていると砂の肌触りが本当に気持ちいいですよ。あ、今日はなんかすごい天気がいいからか水温も高くてね、すごい気持ちいい。なんかヒロのね、あの半分冷たい水とは違ってすごい安心してすぐお水に入っていける感じで、ハプナビーチはこっち側とさっきの入り口の方と2カ所にライフセーバーがあるのかな。今ハプナビーチホテルの方に向かって歩いてます。この景色は見覚えのある人が多いよね。よいしょ。いつもお気に入りで使ってるんだけど、こんなに誰もいないのは初めて見たかも。そう、マタニティフォトもこれ撮ったの、ね、お腹でっかい時あ、今はここから向こうのもう一個のライフガードはまだホテルが閉まってるから開いてないみたいですね。ね、おととしかな、リモデリングしてね、改築してすごいアップグレードなホテルになったんですけど、それ以来まだ1回も行ってないですね。一番手前のオーシャンフロントの建物が全部コンドミニアムとして販売されてしまったんですよね。なのでなかなかホテルで普通に泊まることができるのかちょっとまだ把握してないんですけど、本当にとってもいい部屋の場所だったので、ちょっとなんか値段が上がってしまったことでちょっと寂しさもあるというか、ね、ではまた一度またオープンしたら遊びに行きたいなと思います。ここのビーチチェア、コナのね、コストコに行ったら売ってるので、大体みんな持ってますよね、この椅子、ビーチチェアと肩。今ビーチを端から端までちょっとお散歩してます。6月16日から島と島、インターアイランドのね、フライト移動が可能になるっていう、14日間のね隔離をなしに旅行ができるようになるということなんですけど、まあ、それは基本的にカマアイナ、ハワイ州のに住んでる方たちを対象にということですね。
そう、なのでまだ海外から来た方や、メインランド、アメリカ本土の方からいらっしゃった方たちはまだ14日間の検疫があるということですね。まあ6月16日からやっと国内というか島間の移動ができるっていうことなので、まあ7月中には国際線もね飛ぶようになればという考えのようですが、まあその16日からのフライトの様子を見てということになるんでしょうね。でそのあたりが皆さんどんどんあの島の人たちが飛んで早くこうモニタリングができたらね、いろいろ物事が早く進むと思うんですけど、結局6月1日からレストランたちとかオープンしていいということになったのですが、まだやっぱりこう皆さん様子を見たり、あと失業一回皆さん解雇になっているので、その方たちをまた呼び寄せてお店やレストラン、ホテルとかをね全部すぐ今まで通り開けるっていうのはなかなか時間のかかることだと思うのでね、そういう頃合いを見ながらうまくハワイの方も国際線がオープンしていくといいですね。今はここの様子はもうすっかりハマーイナローカルの人たちだけのビーチになっています。ビーチいつももっとなんか水が荒い気がするけど、今日はちょっとおとなしめかな。ちょっと波が強くなってきた気がするなんだろう、午後に向けて夕方に向けて、いやでもすごいそこまで見えてる。なんだろう、このヌードルがあるだけでこの安心感この溺れることがないっていうだけのこの安心感はすごいよねちょっと手が痛い思ったより突然来るね。水どんくらいクリアだろう。こうやって浮いてるだけで幸せです。これかなり足が透き通って見えてるから、かなり水が透明度が高いことがわかるんじゃないでしょうか。ねえ、むっちゃ綺麗。しかも今光がだいぶ入って、すごい下は全部ね、サラサラの白砂だし。うわあ、思ったより高かった。今日もご視聴ありがとうございます。ハプナビーチの様子楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画まで、アフイホー。